はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます、ゴンゲンです。それでは大航海時代の実況の続きをしていこうと思います。前回は十ガレン王を2隻作りまして、それで酒場の情報でね、ペルナンブーゴで何かの依頼があるという情報を得ましたので、ここね、サントドミンゴまでやってきたところで終了したと思います。それでね、今回は、ペルナンブーゴに向かうわけなんですけれども、せっかくね、サントドミンゴに来ましたので、サンゴをね、買っていきたいんですけれども、今サンゴが100枚、一たる100枚ですね。で、またちょっとね、武器を売ってですね、それでサンゴを買っていきたいと思います。ちょっと安くなりましたね。じゃあ同じね、100枚で100枚じゃない、100たるでね、買っていきましょう。それでペルナンブーゴの場所なんですけれども、まだ変わってないですよねここまで来て変わったらちょっと嫌なんですけれども、違いますね。武器はベラクルスで売れと。あれ、ペルナンブーゴ情報はなくなっちゃいました。まあいっか。ね、もう出航準備は済ませてありますので、出航しましょう。ちょっとね、また数が計算を間違えまして、波数が出てるんですが、気にしないでやっていきましょう。確か、S の20、W の40でしたかねちょっと忘れちゃったんですけれども、ここではないですね、少なくとも。南米ですよね。なんか船の進みがあんまり良くないですね。結構遠いですね、今回も。この辺は確か前回の動画で一応ね、探索といいますか、港は見つけてあるんですけれども、あまりね、いい商品がこっちではないですね。いい商品がないんですよね。今の場所はまだまだですね。
なかなか南米も広いですね。広いというか地形がね結構入り組んでますので、思ったように航海ができないっていうね感じなんですが、着きましたねあれ、ここはどこ？ S20W40、 危ない、通り過ぎちゃうところでしたそれではまあとりあえず交易所に行ってみましょうか。あ、いましたね。何か買ってこいのイベントですね。ピメントの商売で儲けようと思うんですが、あなたに354ほど仕入れてきてもらいたいんです。ピメントですか。わかりました。ピメント。ホルムズですかね。シャロンさんは何か教えてくれますか？もう一杯おごれと。シャノンさんなかなか可愛いですね。あれ教えてくんないですね。教えてくれないですね。ここらじゃ見かけねえなと。もう一杯おごれと。あ、もういいですもういいです、もう飲みすぎなんでね、さすがにあ、そっか、商品は売れないんですよね。交易所じゃない、ギルドはなんか売ってますかね。特にないと。そうですか、ピメント、ピメントを買ってこいということなので、じゃあ行きましょうか。ピメントといえばホルムズですかねホルムズか。ん？水を積んでないですね。まあ結構というか。ガーッとね、補給をして、一気に行っちゃってもいいんですけどね。あまり詰めるところもないですからね。そうですね。一気に行っちゃいましょうかね。100詰めますね。集めない、しょうがない。これで何日くらいいけますかね。89日あればホルムズまで行けると思いますので、一気に行っちゃいましょうかね。行っちゃいましょう。
構ね、ここから先と言いますか、ここからね、大西洋を横断するのはちょっと危険かもしれないんですが、まあなんとかなると思います。ちなみにここは中近東の方まで行きますので、いろいろまた商品をね買っていきたいんですけれども、さすがに日本まではねちょっと行けないんで、また水晶と絨毯と象牙でも買いましょうかね。逆風ですね。思ったより日数かかるかもしれないですね。さっきのはちょっと港の名前は忘れましたけれども、補給港ですね。ロワンダでしたかね。違いましたかね。ここまで13日。ピメントを300ぐらい、360ぐらいでしたっけ。ついね、あのメモを取るのを忘れてしまうんですね。私が中学生ぐらいの時にこのゲームをやっていた時はですね、あの授業で使ってた地図帳をですね片手にやってたんですね。それでまああの今のねあの地名とこのゲームの中での地名の呼び方は多少ね違ったりはするんですけれども、だいたいこの辺りっていう感じで、まあもちろんマップもね全然違うんですけれども、だいたいこの辺りみたいな感じで授業で使ってた、社会科で使ってた地図をですね見ながらやってましたね。結構使えるんですよね。ここはどこですか？モザンビケ。ここがモンパザでしたっけ？ですね。帰りにちょっとね、寄りたいんですけれども。あ、でも象牙。まあ、いっか。そろそろアフリカの
北側に出るのかな。じゃあここを北に向かって行けない。ここがマスカートかな。そうですね。マスカートの北ですね。ここで無事到着ですね。34日。結構かかりましたね。ではですね、給を先に済ませましょうか。71か。帰りはあちこちのね港に寄っていきますので、これ以上ね下の2隻には積まなくても大丈夫でしょう。違うわ、100か。ではね、ピメントを買いたいのですが、ほとんどね積めないんですよね。実はアルニラムの武器を100タル売ってそれでピメントをね、まずは確保しましょう。ピメントを400あればね、足りるんですけども、買っちゃいましょうか。買いすぎかな。それで、あとシリウスに詰めると。まあ情報はね、早く届けた方がいいぜみたいなことなんでしょうけれども、まあ、特になければ先をね急ぎましょう。それで今回は、まあ、ホルムズから東にはちょっと行かないで、中近東とアフリカに寄って帰りましょうか。やはりね、絨毯と水晶はね、ここまで来たらぜひね買っていきたいんで、結構ね高値で売れますからね。3倍から4倍ぐらいになるのかな。と言ってもあまりね積み込む場所もないような気はするんですけれども、うさんくさいと。あれ、イスパニアがこんなところにも。そうですか、イスパニアか。
お、サンゴがすげえ高値で売れる。まあ売らないでおきましょう。じゃあ武器を、ああそっか、お金が結構ありますね。じゃあ50タルほど売りましょうか。それで機関のねシリウスに積んでいきましょう。じゃあ絨毯200。うわ、あ違う、売りましょうかね。またねちびちび売ってくんですけれども、多少ね物価が下がりますので、下がると思いますので、多少下がってますねやっぱり。まあ水晶はねさすがに何倍にはならないんですけど、それでもまあ倍ぐらいの値段では売れますから、水晶もじゃあ200。71日いけると。それでは今度は、もうこの時点でね、ヨーロッパに戻って、まあ、依頼クリアしてからですね、戻っても商品はさばききれないんですけれども、まあ、せっかくなんでね、いろいろ買っていきましょう。今回のね出航前に貯金をね結構下ろしちゃったので、どんどんね貯金したいですね。結局お金使い切れなくなっちゃうんですけれども、まあお金を貯めるというのもねこのゲームの一つの楽しみだと思いますので、ではねモンパザにも寄っていきましょう。ここでは象牙とか買えますよね。ではじゃあまた50タル。シリウスですかね。シリウスに象牙を、じゃあ100タルですね。こんなもんでいいでしょう。それで次はモザンビケですね。すいません。おわ、珍しい。こんなところで暴風雨っていうのも結構珍しいですね。
NPC の船は平気なんですかね。ガンガン進んでますけど。ふう。あれ？ん？進まないですね。ふう。なんとかね、無事みたいですね。ではね、船を直しましょう。59、110。さすがにね、沈没するっていうことはないとは思うんですが、水夫をね、集め直しましょう。彼女はクララさんですね。じゃあまあ500ぐらい。40名ずつですね。期間は60と。こんな感じでいきましょう。ではですね、補給を済ませたいですね。金があと2万枚ぐらいか。あ、違う。一気にいっちゃいましょうか、今回も。ん？なんか多いですね。いっか。じゃあ300タル。これで何日いけますかね。73。なるほど。ではですね、武器を100タル売りましょう。それで金をね、買っていきましょう。468だから、5635420、いっか、50たる。こんなもんでいいでしょう。そしたらですね、今回はここをモザンビケで終了したいと思います。それで次回ですね、ペルナンブーゴンまでピメントをね、届けに行きたいと思います。はい。それではね、今回ここまでご視聴いただきましてありがとうございました。次回もね、頑張ってやっていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。それでは、ゴンゲンでした。